次に道下大輝君。立憲民主党の道下大輝でございます。私からも我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法案について質問させていただきますが、まずその前に防衛力体制現状でどうなっているのかということに関連してですね、先日北朝鮮から発射されたミサイル問題について伺いたいと思います。今日井野防衛副大臣お越しいただいております。ありがとうございます。私も選挙区が北海道でございまして、J アラートによって、地下鉄それから JR が一時的に停止をし、そして高速道路も通行止めになり、また子どもたちの通学も登校も一時的に止まったところもあるということで、本当に北海道においては多くの道民が大変不安な状況、そして混乱になったというところでございます。この北朝鮮の先日4月13日午前中に発射したミサイルもそうですが、これまでのこの北朝鮮のミサイル発射に関しては安保理決議に違反することであり、断固として許されない行為であり、私も抗議をしたいというふうに思っておりますが、この今回の発射問題におけるこの J アラートの発出と、もう一つは破壊措置命令について伺いたいと思います。まずマスコミ報道や我々等でも防衛省や内閣官房の方にからお話を伺ってますけれども、このミサイルが発射され探知したのが午前4時26分、後にレーダーから消失した、これ時間とですね、場所また高度などは教えていただきたいというものと、あと北海道もしくは北海道周辺に落下すると見られるというふうに防衛省が内閣官房に情報を伝達をして、そして J アラートが J アラートで情報発信される7時55分までのこの30分間に、なぜこれに30分間かかったのかということの理由を防衛省政府参考人に伺いたいと思います。防衛省小杉大臣官房審議官。お答えいたします。お尋ねの13日に13日のミサイル弾道ミサイルに関しましては、探知したものの、レーダーからの消失の具体的な時間場所などにつきましては、まさにですね、我が方がどこまで情報を得られているかといった、まさに情報収集能力を明らかにしてしまうことにつながります関係上、これをですね、お答えすることは困難であるということをですね、ご理解いただきたいと思います。その上で、時系列でございますけれども、弾道ミサイル発射事案に際しましては、内閣官房に対して、防衛省としましては、ミサイル関連情報を入手次第直ちに伝達してございます。情報伝達の具体的時間につきましては、実際に防衛省が情報を入手した時間と極めて近接したものとなるという性質上、レーダー性能などの推察が可能であるため、先ほど申し上げた理由と同じでございますけれども、これもお答えすることは困難でございます。その上で13日におきましてもですね、我が国領域に落下する可能性があるものの探知や、これがレーダーから消失してしまったことなどにつきましては、情報を入手次第直ちに内閣官房に伝達したところでございます。内閣官房との間でこのようなさまざまな情報をやり取りしている中で、可能な限り速やかに内閣官房の方から J アラートを送信したと承知しておりますが、結果として実際に送信されたものは7時55分となったものと認識してございます。道下大輝君。報道によりますと、韓国軍はこれ、ずっとレーダーで追ってたというふうに伺っておりますし、このなぜもうすでに日本の防衛省、自衛隊がレーダーから喪失したという情報で、ですね、もう何か非常に国民は不安に思っている状況だというふうに思います。またもう一つですね、そのレーダーから喪失したけれども、この軌道などを計算して出された、生成された情報をもとに、北海道もしくは北海道周辺に落下すると見られるというふうに、防衛省が出したわけですから、
ここはですね、もうこれまでも記者会見等で政府の大臣の皆さんがおっしゃったように、もうこれはこういうふうに排出したのはもう初めてだということは発言されています。そうすると普通に考えられるのは、日本の領土ですね、あと領海も含めてなんですが、そこに落下すると見られるというのであれば、当然私は政府は破壊措置命令を出したというふうに思うんですけれども、この点について井野防衛副大臣お伺いしたいと思います。井野防衛副大臣。破壊措置命令の有無についてですけれども、弾道ミサイルの発射の兆候などに関する我が国の情報収集や分析能力、自衛隊の具体的な体制の推察につながり得ることから、従来からこの点、こういったことは基本的にお答えしていないというところでございます。その上で、自衛隊として我が国へ弾道ミサイルが実際に飛来する恐れがあると認められる場合に、迎撃を含む必要な措置を行うことは当然であり、13日も必要な体制を構築していたというところでございます。道下大輝君。もう一回伺いますけれども、必要な体制の措置を取ったということと、破壊措置命令とは同じではないんですか。井野防衛副大臣。破壊措置命令の有無については、従来からそういった点はお答えしていないということでございます。その上で必要な体制を取っていたということであるので、その点でご理解いただければと思います。道下大輝君。ちょっとそれはね、理解できないのは私のみではないというふうに思います。本来であれば、もうこれ、初めて北海道に、つまり日本の領土に落下する恐れがあるというふうに、防衛省は情報発信したわけですよね。内閣官房にも。であれば、そこで破壊措置命令を出すのが、今までの仕組みだとか、われわれ国民に対して説明している中での当然の防衛省の行動ではないでしょうか。で、特に国民もそうなんですけれども、この破壊措置命令が出されているということで、安心してくださいねではないですけど、それだけの体制がちゃんとありますよということを、国民や道民にしっかりと説明することが、我々国民のこの安心にもつながることだというふうに思うんですよね。なぜ隠す、防衛措置命令を出した、この有無に関して、出したかどうかの有無に関しては、答弁できないんでしょうか。逆にそれが、私は相手を、ミサイルを発射してきた相手を惑わすことにもなるかもしれませんが、逆に私はそうした破壊措置命令の体制が取られないんじゃないか、できていないんじゃないかというふうに、相手国にも伝わってしまうかもしれませんし、我々国民にはそのように伝わってしまうと思うんです。この点について、私はもう一度伺いたいと思います。破壊措置命令は出されたのですか。井野防衛副大臣。破壊措置命令の有無についてですけれども、こういったことがあったなしやについて、そういうことがですね、弾道ミサイルの発射の兆候などに関して、我が国がどのような情報収集し、分析しているかといった点が明らかになってしまうと、はたまた自衛隊が弾道ミサイル発射に対して、どのような備えを行っているかといった点の推察にもつながり得るものというふうに考えておりまして、そういった点からお答えすることが、その有無についてお答えすることは困難ということでございますので、ご理解いただければと思います。以上。道下大輝君。私はその途中経過などはですね、詳細に答えられなくてもいいと思います。情報公開されなくてもいいと思います。それは今おっしゃったように、相手国に我々のその防衛体制が詳細に把握されてしまうからという考え方も私は理解いたします。ただ、破壊措置命令を出したかどうかだけは、これは何も相手に防衛省の詳細な体制が分かられてしまうと、把握されてしまうということでもないと思いますし、国民に対するこの情報を公開して、そしてしっかりとした防衛体制があるんだなということを国民に向けて発信する、私は防衛省としての重要な候補の場だというふうに思うんですよ。これはなぜできなかったのか、これは本当に行ったり来たり、聞いたりしてしまうんで、またこれは改めて伺いたいと思いますが、ぜひ次回の時には、このような体制、しっかりと、また万が一、
日本の領土内にミサイルが落下する恐れがあるときには、そういった情報を発信するときには、破壊措置命令を出していない、これははっきりと明快に国民に情報公開をしていただきたいというふうにお願い申し上げます。ここで井野副大臣、そして防衛省の政府参考人、ご退席いただいて結構でございます。井野防衛副大臣、ご退席許可します。防衛省参考人も、それでは、以上。道下大輝君。それでは財源確保法案について伺いたいと思います。財務省は防衛省から今後5年間で43兆円もの防衛費予算倍増の必要性について、どのような説明を受けられたのか、もともと先ほども我が党の委員が質問したとおり、財務省はもともと35兆円、防衛省は48兆円だということで、間ではなくて、防衛省の方にちょっと上と置いて、結局43兆円となりましたけれども、私は財務省として十分精査したのか、私は疑問に思っております。これまでの財務省のさまざまな予算折衝等を見て振り返って考えてみますと、理解、納得した上で今回の財源確保法案を作成したとは、本当に思いづらいわけであります。その条文のこの内容も、我が党の委員も以前意見を申し上げましたけれども、あまりにも薄すぎるということがあります。その点について財務大臣に伺いたいと思います。鈴木財務大臣。防衛力の抜本強化につきましては、国家安全保障会議4大臣会合や与党ワーキングチームなどでの1年以上にわたる活発な議論の積み重ねを経まして、昨年12月に国家安全保障戦略や防衛力整備計画において、今後5年間で必要となる防衛力の内容を議論し、結果として43兆円程度という規模が導き出されました。この過程におきまして、財務省といたしましても、防衛省から提示された防衛力整備計画の内容、規模につきまして、精査をしており、私自身、4大臣会合にも出席して、関係閣僚と議論するとともに、防衛大臣とも直接協議し、納得をした上で、最終的に防衛力整備計画等の閣議決定に至ったものでございます。その上で、今般、令和5年度以降における防衛力の抜本的な強化と、抜本的に強化された防衛力の安定的な維持に必要な財源を確保するため、財源確保法案を提出したところでございまして、今、ご審議を賜っているところであります。委員長。道下大輝君。議論を積み重ねたと言いますけれども、私は付け焼き刃的なものでないかというふうに思います。今回の防衛力強化の目的に、継戦能力の確保というのがありますけれども、現状では弾薬や迎撃ミサイルが不足していたり、装備品の中には3割ほどが稼働できてもないものがあります。弾薬については、この30年間で予算に関しては、年2000億円程度を推移してきたということであります。そして、継戦能力については、2ヶ月持たないではないかというふうな専門家がお話をされています。今回、これを5年間で防衛費倍増して、一気に解消しようという思惑が見られる点も、私は非常に問題だと思います。専守防衛に徹するために必要不可欠な継戦能力が低下している要因は、安倍政権時から米国製の防衛装備品を爆買いしてきていることでの他の予算を圧迫している点もあると思いますし、また、計画的な予算配分を怠ってきた防衛省側にも問題はあると思います。ただ、もう一つは、これまで予算折衝し、精査してきた財務省側にも、私は問題があるのではないかというふうに考えますが、財務大臣の見解を伺います。鈴木財務大臣。道下先生、ご指摘になられましたとおり、弾薬の取得や装備品の維持整備といった、いわゆる継戦能力の確保につきましては、新たな防衛力整備計画においても重視されている分野であると、そのように承知をいたしております。この継戦能力につきましては、これまで平成30年以前の安全保障環境を前提に策定された前の
中期防衛力整備計画に基づいて構築されたものであり、当時の対応としては、当時のこの安全保障環境を踏まえますと、特段の問題があったものとは考えておりません。一方で、急速に厳しさを増している現在の安全保障環境を踏まえれば、必ずしも十分と言えなくなったものと考えております。新たな防衛力整備計画においては、弾薬の確保や装備品の維持整備に要する経費について、これまでの計画に比べて大幅に増加させております。今後、防衛省において計画的かつ着実に執行をしていただくものと、そのように考えているところであります。道下大輝君。私ども立憲民主党は、必要なものの予算の積み上げということは、これは否定しておりません。必要であると考えています。ただ一方で、急激な安全保障環境がの厳しさが増してきていると、これは ある意味で、今回、この必要な予算ではなくて、私も申し上げたとおり、これからのこの安倍政権下から続く、このアメリカからの FMS、この爆買いのこの今後の負担、これがどんどん増えていくことだとか、また先ほどもお話があったとおり、契約しているのにまだ機械が納入されていなかったり、これからますます必要経費ということで、値段がつり上げられるということも想定してした上で、私は本来の意味での専守防衛に徹した防衛力強化のための予算の拡充には、私は当たってはいないと、私は思っているふうに思います。で、その後のこの、例えばミサイルの、ライフサイクルコストなどについては、ちょっと後で質問させていただこうと思いますが、今回もう一つ、私は問題だと思うのは、令和5年度予算から、これまで公共事業費の範囲に含めてこなかった防衛省、自衛隊の施設整備費や艦船建造費といった防衛関係費を公共事業として整理し、建設国債の発行対象経費としたことであります。建設国債によって得た資金を潜水艦の建造費や施設費に充てることは、戦後の財政上強引な手法と言わざるを得ません。で、この点については、昭和40年の衆議院予算委員会で、当時の大蔵大臣であった福田赳夫大臣が、この質問に対して、公債を軍事目的に活用するということは絶対にいたしません。公債は財源として行う事業は、軍事費を除いた公共的投資だけにこれを使う、したがって軍事目的と公債の発行とは何らの関係のないということをはっきり申し上げますということで、この福田大蔵大臣は、元大蔵省の主計局長です。主計局長です。この方がここまで言っているにもかかわらず、今回はこの建設国債を防衛関係費に充てるということに大きく大転換するわけでございます。これまでの日本政府、財務省、その前の大蔵省が太平洋戦争の教訓と反省に立って維持し守ってきた基本方針を踏みにじる大転換だと思います。防衛予算と海上保安庁と他省庁の予算を同列に扱うことは、私は無理筋だと思います。防衛費の財源に建設国債を対象とすることは、戦時中のような国債増発リスクを伴います。財務省として責任は感じないのでしょうか。財務大臣に伺います。鈴木財務大臣。道下先生からお話がありましたとおり、令和5年度予算から防衛省、自衛隊の施設整備や艦船建造にかかる経費について、建設公債の発行対象として整理することといたしましたが、これは防衛力の抜本的強化を補完する取り組みとして、防衛省と海上保安庁との連携や、公共インフラ等が明確に位置づけられた中で、海上保安庁の船舶や空港、港湾等の公共インフラ整備が建設公債の発行対象であることを踏まえまして、安全保障にかかる経費全体での整合性を図るために実施したものでございます。また従来であれば、赤字国債を発行した経費について、建設国債に振り返ることとなるものでありまして、防衛関係費の増額の財源や、ご指摘もありましたが、国債増発リスクとなるとは考えていないところでございます。
その上で、建設国債の発行対象となる公共事業者の範囲につきましては、投資的な経費であるか、国民経済の発展に資するか、世代間の負担の公平の観点から、相応の対応年数を有するかといった観点から整理することとしておりまして、今般の見直しはこの解釈を変更するものではなくて、あくまで建設公債の発行対象経費の取り扱いを変更するものでございます。財務省といたしましては、今般の防衛力の抜本的強化にあたり、必要となる財源は単純に赤字国債で賄うのではなくて、税外収入の確保などあらゆる工夫を行うこととしたところでありまして、財政規律との両立も図りながら、引き続き責任ある財政運営に努めてまいりたいと考えております。道下大輝君。いろいろと説明されましたけれども、今までの大蔵省は財務省は、軍事か非軍事かでしっかりと明確に区分けしてたと思います。で、対応年数等は、これは今考えたもので あると思いますし、そういった問題ではないんですよ。その戦争の反省に立った、こうしたやっぱり戦前や戦中を経験された方々が、我々の議員の先輩方も含めてですけれども、しっかりとそれは譲れないということで、建設国債には防衛予算としては手を出してこなかったんですよ。それを今回、このような私は建設国債にいろいろな理由をつけて手を出すことは、ある意味で戦後から戦前への大きなこの分岐だというふうに思います。そして今回、この建設国債について、今日お忙しいところ、上田日銀総裁にもお越しいただきまして、ありがとうございます。この防衛費に充てる建設国債の日銀購入について、ちょっと伺いたいと思います。これまで、先ほども申し上げましたけれども、これまで防衛費予算関連では、建設国債は使われてこなかったわけであります。日銀は、この防衛に充てられ、すみません、ごめんなさい。ここですね。その理由として、またもう一つ挙げますけれども、昭和41年に当時の福田赳夫大蔵大臣は、防衛費は再生産的な要素がない、極端に言うと消耗的な性格を持つ、公共事業費というようなことを考える場合、大体これを除外するのが国際的な通念だと答弁されています。まあ、こうしたことが今まで受け継がれてきたんですけれども、今回、防衛費予算関連で建設国債が使われることになります。日銀は防衛費に充てられる建設国債を購入しないということは、手続き的に可能なのかどうか伺いたいと思います。上田日本銀行総裁。お答えいたします。国債が発行されるに際して、具体的な資金使途は明示されていないものと理解しております。その上で、日本銀行の国際会議では、国債の資金使途にかかわらず、金融政策運営上の必要から行っております。以上。道下大輝君。答弁ありがとうございます。ご答弁のとおり、できないんですよ。日銀としては、これは防衛費に充てる建設国債だから、これは買いませんということはできないんですよ。これによって、まあ、先ほどその、まあ、財政ファイナンスには、まあの役割は持たないという思いでの答弁だと思いますが、結局は今回の政府の方針転換によって、防衛費に充てられる建設国債を日銀が購入する可能性も出てきたわけであります。購入ってさて、もちろん直接的ではありませんけど、国債を乱発し、軍事費を膨張させて、あの悲惨な太平洋戦争に突き進んだ深い反省から、防衛費に建設国債を充てることは戦後、禁じ手であったと思います。そうした禁じ手に日銀が加担することになることについて、日銀として正当性や合理性があると思われますでしょうか、見解を伺いたいと思います。上田日本銀行総裁。お答えいたします。日本銀行による国債買い入れは、あくまでも 2% の物価安定の目標を実現するという、金融政策運営上の必要から実施しているものであります。政府による財政資金の調達支援を目的としたものではありません。その上で、財政運営については、政府、国会の責任において行われるものであり、私から具体的にコメントすることは差し控えたいと思っております。道下大輝君。
日銀、まあ、植田総裁としての答弁は そういう答弁かとは思いますけれども、あの太平洋戦争もいろいろとこれは違う、これは違うんだということの答弁を繰り返しながら、結局は日銀がこの政府の戦費調達に使われてしまったという苦い歴史が私はあると思います。この点についてはその金融市場だとか金利の問題だとか、あとは物価上昇だとか、そういった本来の役割もあると思いますが、私は日銀に置かれてはこういうその戦争に組みしない、戦争に突き進まないように日銀が平和な社会の中で経済活動ができるようなあの役割も担っていると私は思っています。そういった意味で今このような日銀が、私は建設国防衛費に充てる建設国債を日銀が購入することは非常に、そういう可能性が出てきたことは非常に残念だというふうに思っています。それからもう一つお越しいただいて恐縮でございます。ありがとうございます。もう一つは、植田日銀総裁に国債の60年償還ルールの見直しについて伺いたいと思います。自民党内では一部では防衛費の財源に充てる目的で国債の60年償還ルールを80年に延長してはどうかというような意見が出ているというふうに承知しておりますが、有識者からは日本の財政に対する市場の信任が損なわれかねない、国債の信用力が低下し金利が上がる恐れがあるなどと慎重な意見が出されております。日銀として国債の60年償還ルールの見直し、60年償還ルールが見直された場合の市場や金利に与える影響についてどのように想定されているのか伺いたいと思います。植田日本銀行総裁。お答えします。国債償還ルールの取り扱いを含めまして、先ほど申し上げたことと重なりますが、財政運営については政府国会の責任において行われるものであり、具体的にコメントすることは差し控えたいと思っております。その上で一般論として申し上げますと、市場金利は、国債の需給だけでなく経済物価動向や市場センチメント等さまざまな要素によって決定されます。したがいまして、仮に償還ルールが見直されるということになったといたしましても、それがどのような影響を及ぼすのかあらかじめ想定することは極めて難しいのではないかなというふうに思っております。道下大輝君。私は、日銀の内部では事務レベルで私はこれは想定し、さまざまなシミュレーションはしているんじゃないかなというふうに思ってはいますが、はい、ご答弁ありがとうございます。ではこの件について財務大臣について同じ質問をさせていただきたいと思いますが、まあ、この60年償還ルールを見直すことは考えていらっしゃるんですか、伺いたいと思います。鈴木財務大臣。国債の60年償還ルールにつきましては、国債の償還財源を確実に確保しつつ償還のための財政負担を平準化するといった観点から定められておりまして、財政健全化の精神を体現するものとして定着をしております。従いまして、これを見直すことにつきましては市場の信任への影響に留意する必要があり、財務省として今時点で具体的な検討を進めているものではありません。委員長。道下大輝君。その具体的な検討は進めてないというご答弁なんですけれども、何かその具体的ではなくても、もしこうなったらこうなるかなというふうに、まあ事務方レベルでちょっと頭の体操的にはされているんでしょうか。鈴木財務大臣。与党内でですね、さまざまな議論がされているということは、まあ、承知をしております。でその上で60年償還ルールについて言えば、この償還期間の延長ということで、見直しをした場合に、この60年償還ルールに基づく定率繰り入れを見直した場合ですね、見直した場合、一般会計から国際整理基金特別会計への債務償還費の繰り入れが減少する分、一般会計が発行する赤字公債は減りますけれども、同時、同特別会計が発行する借り換え債が
その分同額増えることから、この見直し自体によって国全体としての国債発行額は変わることはありません。さらにその分一般会計において政策的な経費の増加を行えば、政策的経費の追加額と同額の国債を一般会計において発行する必要があり、国全体としての国債発行額は増加することとなります。従いまして60年償還ルールを見直したからといって新たな財源が生み出されるものではないと、こういうようなことにつきましては必要に応じさまざまなところで与党に対してもでありますが説明をさせていただいているところであります。財務省として今こうした変更について具体的な検討これはしておらないところであります。道下大輝君。はい、ありがとうございます。ここで上田日銀総裁どうもありがとうございました。ご退席いただいて結構でございます。上田日本銀行総裁ご退出いただき構いません。それではもう時間も最後だと思います。私からはですね、この財源確保法によってこれまで国債発行抑制に寄与してきた特別会計の剰余金や決算剰余金の一部を防衛力強化資金とすることは、私はこの国債発行抑制効果を消失し、間接的に国債発行を増加させることにつながるというふうに考えます。内閣府や財務省が想定する成長率の達成は現実味を欠いており、鈴木財務大臣が1月23日の財政演説で述べられた2025年度のプライマリーバランス黒字化目標の達成は非常に困難ではないかというふうに考えます。元日銀政策委員会の審議員であった木内隆秀氏は、2025年度のプライマリーバランス黒字化目標を修正し、黒字化の時期を先送りするのが妥当ではないかというふうに述べられております。財政健全化がさらに遠くなるのではないでしょうか。財務大臣に伺いたいと思います。鈴木財務大臣。本年1月に内閣府より公表されました中長期試算におきましては、今般の防衛力強化にかかる歳出歳入両面の対応、これを織り込んだ上で試算を行ったものでありまして、その結果力強い成長を実現し、今後も歳出効率化努力を継続した場合には、前回試算時同様2025年度に国と地方を合わせたプライマリーバランスが黒字化するという姿が示されたところでございます。もとよりこの目標の達成は容易ではありませんけれども、目標達成に向けて成長実現ケースで想定しているような力強い経済成長が必要で、そのための投資の抜本的強化、労働移動の円滑化による構造的賃上げや官民連携による成長分野への大胆な投資拡大等を通じて成長と分配の好循環を実現し、日本経済を新たな経済成長の軌道に乗せていくとともに、歳出歳入両面での取り組みを継続していくということ、そしてこの目標の実現に向けて努力してまいりたいと思っております。道下大輝君。今回質問できなかったことはまた次回に質問させていただきます。ありがとうございました。